ユージドン・オクモトはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの日系アメリカ人俳優。1959年にロサンゼルスで生まれたオクモトはグローマンズ・チャイニーズ・シアターからほど近いハリウッド高校を卒業しカリフォルニア州立大学フラトン校へ進学する。大学在学時から演劇を学び始め東洋系俳優劇団イースト・エスト・プレイヤーズなど いくつかの舞台で活動する。映画デビューはバルキルマー主演のコメディ映画、天才アカデミー。その後もいくつかの映画に脇役として出演。奥本の知名度を一気に上げたのは、ラルフ・マッチオとパッド・モリタ主演の青春映画、ベスト・キット2である。この映画では、沖縄県にやってきた、主人公の前に立ちはだかるギャングリーダーの長善を嫌味たっぷりに演じている。 ジムキャリー主演のトゥルーマンショーでのトゥルーマンショーの生放送を日本で見守る家族の一人やマイケル・ダグラス主演のゲームでの日光ホテルのフロントマネージャー、対策映画のパールハーバーでの日本兵など役柄は大きくないが様々な映画に顔を見せている。2008年に BBC が制作した関ヶ原の戦いのドキュメンタリードラマウォリアーズ歴史を動かした男たちでは 東映が全面協力した京都での撮影だったため、奥本も来日して撮影に挑んだ。同作品では、奥本の他にも、ジェームズ・斉藤や、広神川などの日系人俳優が多数出演しているほか、日本からは、勝野洋も参加。奥本は、作中で、イー・直政を演じている。市野瀬高茂が、原案の日米合作映画、ヤクザ・ vs マフィアと、姿勢。 イレズミでは、石橋亮、中村徹、一式彩子らとの共演を果たしているほか、2010年のクリストファー・ノーラン監督のインセプションでは、渡辺健の部下を演じた。2001年にアンジーと結婚して二人の子供を儲けている。現在は、ワシントン州シアトルに住んでおり、ハワイをモチーフにしたレストラン、コナキッチンを経営している。ありがとうございます。